さあ、時刻は11時を回りました。FM 小沢沖の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。おはこんにちはのお時間でございますね。さあ、ここからも生放送でお届けしてまいりますよ。12時まで1時間生放送していきます。えー、宮島真一のレッツゴートゥーザムービーの始まり始まりでございます。えー、毎週木曜日、こんな感じでやってますけれども、皆さんからのメッセージは、まあ、この番組は映画の話を中心にやるんですけれども、皆さんから大好きな、 映画の話とかですね。えー、まあ最近見た映画でもいいですし、昔からこの映画好きでこの季節になるとまた見たくなるんだよねとか、皆さんに、リサの皆さんにおすすめしたい映画なんかがあったらぜひそんなメッセージを送ってくれると嬉しいなでも 自由です。どんなメッセージでもどんどん OK ですよ。送ってくださいね。お待ちしております。FM コザ、E メールアドレスは761アットマーク、FM コザ .jp です。リスナーの皆さんが持っている携帯電話もしくはパソコン、スマホからダイレクトに E メール送ってくださいね。もう一度言いましょう。E メールアドレスは 七六一アットマーク f m c ドット j p です。こちらまでどんどん送ってくださいね。えそして f m コザは七十六は 76.1MHz ラジオの電波だけではなくてインターネットを通して Ustream そしてツイキャスでも生配信しておりますので全世界にスタジオの えー、私が映ってるわけでございますねえー、ぜひぜひ世界各国からまたメッセージも送っていただけたら嬉しいななんて思っておりますよさあ隣のお店が開きましたね、えー、シャッターが開いてる音が聞こえてるかと思いますけれどもまもなく完全にシャッターが開きます <laughs> そんな音まで拾っちゃう FM 小座に皆さんメッセージどんどん送ってくださいねよろしくお願いしますえー、今日はですねえー、まあ、いつも通り1時間生放送やりますけれども 今職場体験学習ということでアゲナ中学校の男子生徒が3名来ているので、えー、その3名にもですね後ほどスタジオ今まあもう入ってますけれどもユンタクしてみたいなと思っておりますよさあ今日も1時間生放送お付き合いくださいねよろしくね さあ、現在、シアタードーナツで上映中の映画、アドバンストスタイル、そのファッションが人生から一曲をお届けいたしましょう。とってもとっても素敵な曲、この映画を見たらね、この曲を聴きたくなって街を歩き出したくなりますよ。お届けしましょう。マットキムで Where、you、Are、Coming、From You Coming お届けしたのは映画「アドバンストスタイルそのファッションが人生」のエンディング曲、えー、マットキムで「Where You Are Coming From」をお届けしましたこの番組「宮島真一の Let's Go to the Movie」は「シアタードーナツ沖縄」by ベーキャントスターピクチャーズの提供で1時間生放送でお送りします 時刻は11時8分を回っております。お届けしているこの番組は、宮島真一の Let's go to the movie です。えっと、先ほどね、オープニングで書けた曲なんですけれども、 かっこいいでしょあのー、改めて紹介したいと思いますけど、12月の11日金曜日までシアタードーナツで上映している映画、アドバンストスタイル、そのファッションが人生のエンディングでかか,れかかっていた曲をお届けしましたけれども、この映画、とっても元気もらえる映画でございますよ。まあ、一体どんな映画かと言いますとですね、まあ、女性はいつだっていくつになってもおしゃれ。ニューヨークを舞台に自分のスタイルを確立したオーバーシクスティの7人のマダムたちを密着取材。 ドキュメンタリーで収めた映画でございますよ。あの、これね、ついついね、その映画の予告とかチラシとかのイメージで見ると、ニューヨークのまあ、おばちゃまたちがね、セレブなおばちゃまたちが、あこう出てるんでしょお金持ちなんでしょみたいなね。そんな感じのイメージがあるのかもしれないですけど、全然そうじゃなくてね、一般のおばちゃんたちなんです。そのおばちゃんたちは、60歳代、 上より以上ですからね、60オーバーですからね、一番上がね、95歳のおばあちゃんがね、出てくるんですみんなね、それぞれユニークで、個性的で、中には奇抜なファッションなおばちゃんたちもいますけれども、あの、きっかけはね、とある方が、この素敵なおばあちゃまたちの写真をね、ブログに載せて、 紹介したところからきっかけなんですねで。そのブログがものすごく爆発的に注目されて、えー、ファッション業界もですね、もうびっくりこいてですね、その彼女たちに注目し始めるようになったんですね。えー、それを、おのきっかけがブログで、で、その後、こうやってね、えー、追っかけてドキュメンタリー映画にまでなったということなんですけれども、その映画のタイトルはアドバンストスタイル。そのファッションが人生なんですけども、もうね、本当面白いこのおばちゃんたちの生きがいがね。 なんていうかね、セリフ一つ、セリフと言っちゃダメだね。もうその彼女たちの生き方、彼女たちが発する言葉あとか、すべてね、かっこいいんですよ。本当に。例えばね、私生まれた時からついてるのとかね。<laughs> 90何歳でさ、そういうこと言える人生って生き方ってかっこいいよね。だからね、この映画を見るとね、男性ももちろんですけれども、女性なんか特にね、背筋がピッとなってね、あの、 好きなことにこだわって生き続けるっていう、こういう元気なおばちゃんたち、おばちゃんたち見てるとね、元気、勇気、たくさんもらえるかと思いますよ。この映画またね、いいところはね、これいいところって言っていいのかなこの映画の時間がね、72分っていう、もう、見やすい、見やすい時間。 でございますよ今まさに11時からの上映が1回目スタートしてますけどもこのあと午後3時15分の上映もございますシアタードーナツでぜひ元気をもらえる映画アドバンストスタイルそのファッションが人生見てみてはいかがでしょうかそうだよねシアタードーナツでどうこうっていう人もいるかと思いますので説明しましょうねシアタードーナツは FM 小座がありますあのこの小座にもちろんあるんですけれどもゴヤ、えー、十字路ミュージックターンがありますゴヤ十字路から一番外の え商店街に向けて歩いていくとバス停がございますね。小屋バス停のすぐ そば建物2階にございますなのでバスからららら降りりたたた足のの長いい人だったらね2歩ぐらいでもその建物にたどり着けますもうバス停のすぐそば、小屋バス停のすぐそば、建物2階にシアタードーナツがございます。可愛らしい看板が目印となっておりますので、えー、チェックしてみてくださいね、えー。駐車場情報や映画の上映時間、そしてそれぞれの予告編、これから上映される、えー、予定の作品なんかもですね、シアタードーナツのホームページでチェックできますので、ぜひシアタードーナツを検索してみてくださいね。 もちろん映画を見るのも結構ですけれどもカフェだけの利用も OK ですカフェもございますのでカフェで美味しいコーヒー手作りドーナツを楽しみながらそしてそのまま映画もドーナツ食べながら見ていいんです、はい、ビールもございますね、えー、夜仕事終わりで映画で一息ついて、えー、リフレッシュしたいという方もね、えー、ぜひシアタードーナツご利用くださいよろしくお願いしますで今ね アンコール上映一つやっていてですね、先週まで上映していたイタリアのドキュメンタリー映画、ベラビータというですね、作品。今日から7時10分の回にですね、1日1回だけなんですけれども、来週の木曜日までアンコール上映を行います。とても好評でですね、またやってほしいという声も上がってたので、やりましょうということで、映画ベラビータも今日の夜7時10分の回あります。1日1回7時10分の回が 来週の木曜日まで、えー、水曜日、定休日なので気をつけてくださいね。えー、見てほしいな、この映画もう本当にね。 気持ちいいんでですす映像も綺麗しね、まあ、どんな話かと言いますと、えー、とあるプロのサーファーがいるんですけれどもその名前はクリス・デルモロさんという方ですね彼が30歳を機にですね何か自分の生き方のルーツを探したい自分が生まれ育った場所に一度戻ってあの時の雰囲気、えー、その時の友達に会ってもう一回自分の人生のこれからっていうのを見つめ直したいという思いから映画は彼をまあ追っかけてですね ロードムービーな感じで見れるわけですよ。またね、出てくる車もかっこいいし、景色も綺麗だし、出てくる食べ物美味しそうだし、みんな出てくるとかっこいいし、食べに出たくもなりますしね。まあ、とにかくね、音楽も本当に全部かっこいいんですよ。なんとなくね、この映画って、 サーフ、サーフィンしてる人、サーファーの人たちが見る映画でしょうっていうような感じのイメージを受けると思いますけれども、そんなことございません。旅好き、音楽好き、食べ物好き、ね、全部みんな生きてる人にはハマる映画だと思っておりますので、ぜひ皆さん、リラックスモードのシアタードーナツ、 カフェ形式の感じのね、シアターで、もうプライベートシアターみたいな感じですからね、その雰囲気で見ると、また気持ちいいさ、気持ちよさが倍増するかと思いますので、ぜひ、ベラビータ見てほしいと思いますね。一曲、ベラビータからお届けしましょうか。これね、本当にこれもかっこいい曲なんですよ。お届けしましょう。まあ、いろんなアーティストがたくさんこの映画には参加してるんですけれども、参加というかね、えー、楽曲を提供してるんですけれども、一曲お届けしましょうね。これ 僕初めて聞いたんですけどねすごい気持ちいい曲です。h i g h h s ハイハイで「オープンシーズン」。 お届けしたのは映画ベラビーターからハイハイズでオープンシーズンお届けしましたさて時刻は11時19分を待っておりますお届けしているこの番組は宮島慎一のレッツゴートゥーズムービーですここで素敵なゲスト3人をお迎えしたいと思います皆さんおはこんにちはえ、返事しろやお前達だ <laughs> おはようございますおはようございますマイク、マイク、ラジオああ こラジオ、さっき教えたよね。<laughs> おじさん教えたよね。<laughs> はい、みんな、元気ですかはい、はい、元気ですはい、今日はよろしくお願いします,よしします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、皆さん、それぞれ、えー、自己紹介していただきたいと思いますよ。学校の名前、何年何組何番、名前という感じで言ってください。よろしいですかじゃあ、こちらからどうぞ。あげナ中学校、1年5組15番、山城風磨です。山城風磨、よろしくね。次。 あげな中学校一年5組九番てるやりょうまですりょうまくん次一年5組あげな中学校一年5組四番近所もたあきですもたあきよろしくねさあ三人はなんで今 FM 講座に来てるんでしょうかふうまくん答えてね職場体験で来ています職場体験楽しいですかはい、はい、えっとこれは何日間やるの あ3日間間です3日間今日日今は何日目3日目です。ということは最終日ということですね、はいおお、ちょっとね、風磨君にもうちょっと聞きたいんですけど、なんで FM 講座で受けたいと思ったの,あのラジオで車聴いてる時に、なんか興味があったから、来てみたいなと思じゃあ結構、お父さん、お母さんが運転してる車の中でラジオ聞いてるんですね、はいなるほど、で、興味があったと。はい、龍馬君はどううでしょうあ <あ>うん、僕も一緒ですあ同じ感じ感元うん朝ずっとラジオ聞いてたりああお父さんが流してるからそれを聞いたりとかしてあ<は>楽しいな,なるほどと思ってあげな中学校3年生の3名は朝結構ラジオ聞いてる車で聞いてたりしてるということなんでちなみに何ていうラジオ番組をよく聞いてるんですかうん,うん名前分からんけどなんか一応何ていうのかな うん何でもいいよ FM 講、うんまあ、座も聴くしお気使っていただいて <laughs> じゃあ結構いろんな曲のラジオ聴くわけね、はい、いいですねそんな3人この番組は映画の話をまあ結構中心にやる番組なんですけれども風むこはなんか最近見た映画とか好きな映画とかどんなのがあるああと最近っていうよりかはまあ前ですけど、うん、アベンジャーズあアベンジャーズみんな大好きね アベンジャーズのキャラクターいろいろありますけれどもどのキャラクターが好きですか、はい、アイアンマンですアイアンマンなるほどテリ,アリョ龍馬君はどうでしょう好きな映画ああ夏休み、うん、ジュラシック・パークあ見てきたはいジュラシック・ワールド見てきた、うん、どうだった迫力があった迫力あったよねすごいねって言いながら僕見てないんですけどねあれあのー、ちょうどねジュラシック・ワールドはいわゆるリメイクあのもう一回作ってるんだけど結構ね二十何年か前なんだよ第一作は うん、っていいうことは決めたし生まれてないんだよねすごいそんな生まれてない頃の映画がまたリメイクされて今映画館でやってるんだけどちょっと考えられないね多分もう昔の映画館の雰囲気なんかきっとみんなわからないだろうけれどもでも2人とも映画館の雰囲気ってどう好きあ好きです。いいよね。元明はどう好好きな映画好きなな映映画画、うん、でもいいよ 最近見てないから本当でも結構強烈に印象に残ってる何か映画とかあるんじゃないの、うん、クレヨンしんちゃんとかあクレヨンしんちゃんいいね面白くてクレヨンしんちゃんもいいよねクレヨンしんちゃん映画版のやつって結構いっぱいあるけれども中にはこう、うん、泣かせてくれるような話もあったりするもんねはい、はい、そうだよねそっかでもね映画館っていうのはやっぱりできることなら月に1回「いや 一週間に一回は行きたいぐらいのぐらい好きじゃないみんなああ好きですで本当はねしょっちゅう見たいよねそっか最近近所にはあのー、ライカムにも大きな映画館できたけどシアタードーナツっていうちっちゃい映画館ができたの知ってるああそうですかわかります俺ねさっきからずっとその話してんだけど、うん、それで初めて知ったはいあるんですよもうそこ歩いていけるところに、うん、ねたまにアニメなんかもやりますんででもみんなが見れる映画もやるからさ、はい、ぜひ 家族で見に来てください。はい。よろしくお願いします。はい、さあ、今日はですね。スペシャルゲスト、アゲナ中学校の三年生、あ一年生の三名がですね。職場体験学習ということで、FM エム座に三日間来て、今日最終日だということです。この後、一時の番組にも三人出るんだよね。ああ、出ます。もどんな話するつもり、予定。ああ、まず、学校の紹介。なるほど、なるほど、まあ。僕たちの好きなこととかをうんうん、うん。紹介していきます。そっか。龍馬はどうなんするの。ああ、学校の紹介とか。なるほど。 ほうほう元昭もはい同じですなるほどこの3日間、まあ、今日最終日ですけども初日2日昨日とかどんなことしてたの FM 講座でああ掃除掃除のほ<掃除> <laughs> うがそうねそれはどこの会社に行ってもそうだからね、はい、他にはまあなんか番組の企画とかお番組の企画をちょっと考えたりとかして、うん、まあ時間があったんで CM 作成もしました、うん、あ CM 作ったの、はい、おすげえそれって作ったやつは後で流れるの ど,どうなるか分かんない,なんかかんないあこれちょっと気になるねあとで聞いて一時の番組で教えてくださいはい、はいはい、よろしくお願いしますじゃあ3名にですねそれぞれ、まあ、将来やってみたいこと行ってみたいところまあ仕事のことでもいいしねあの何でもいいやってみたいこと大きくなったらそれぞれ教えてくださいまずは山城風磨君ああ<ー>、うん、ちょっと海外行ってみたいです海外例えばどこ行ってみたいえっとまあ スペインとかいいねなんでスペインなのサッカーも有名だし楽しそうな国だから来てですそうだよねバルセロナ見たいよね最高だよねそういえば昨日見た J リーグの見た見ましたすごかったね俺もちょっとたまたま見れて見たんだけどあの後半の何ロスタイム5分やばかったねあれ逆転したんで何が起こるか分かんないね 素晴らしかったね粘りね俺そのままガンバが行くんじゃないかなと思ったけどね <laughs> みんなそう思ったよねはいでもあの一発退場から流れ変わったね <laughs>、うん、よかったよなるほどスペインで本場のサッカー見てみたい山城風磨君はいつかスペインに行ってみたい <laughs> テレアは涼く君はどうでしょうあアメリカ行きたいお今度はアメリカなんでまた涼真はアメリカ <laughs> バスケ NBA っ<お>なるほど確かに夢だよね俺も行ってみたいと思うな中学校は僕バスケット部だったんですよ あの時はレイカーズとか強かったんだよね今って NBA どこが強いのあウォーリアーズっていうところあ本当。そうだ考えたらさ今沖縄ではプロバスケットボール見れるじゃんね琉球ゴールデンキングス、うん、見に行ったことある龍馬あある最高じゃないあれも楽しいよねあれのまた何倍もまた迫力のある NBA の試合なんかすごい見てみたいよね、はい、ということはじゃあ今ウォーリアーズが好きってこと、はいいね大好きな選手の名前教えてくださいカリーっていう人カリー ーなんか沖縄のなんかね方言みたいだね <laughs> <laughs> そっかそっかいいねいつか行けるといいですねアメリカで NBA いいねじゃあ緊張本脇君は俺はオーストラリア行ってみたい、ね、みんなそれぞれ違うねなんで本脇はオーストラリアかカンガルーとかなんか生で見てみたい、うん、あ子供の国いるよ <laughs> だけどなんか野, <laughs> 野生の <laughs> そっかそうだよね本場というか外国でね自然の大きなところで見てみたいよねなるほど動物好きなの はい、へえんか意外だな今スポーツときてスポーツときていけない動物ってちょっとびっくりしましたけど <laughs> 面白いなちなみにあげ田中学今1年生ということですけれどもどうですかもう雰囲気にはもう慣れたもう11月12月だしねはい慣ましたねほんみんなさ3名は同じクラスはい、はい、小学校も一緒だったのはどこだったの 天眼小です。天眼小学校。はい、えっと龍馬は。あ、天眼です。天眼、元明は。川崎小学校です。川崎小学校。はい、えー、じゃあみんなバラバラだったんだね。はい。そっか、そっか、どうですか。先輩とかもいるわけ一緒だから。はい。ね、みんな部活やってんの。はい、やってます。やってんだ。え。 ふーまはサッカーですあ、なるほど、りょうまはバスケ。やっぱり、もたあきはテニスやってますあれなんかの飼育係じゃないんだろそっかそっかさあ三日間のですね、えー、職場体験学習 FM 講座であげない中学のこの三名がですね体験したレポートはですねこの後一時のこれまた生放送番組だよね はい、えそれでまたお話聞けると思いますので引き続きリスナーの皆さん FM 講座を楽しんでくださいね。よろししくお願いしますえーとね、ってなわけでございまして、えー、3人にねちょっと僕勝手にねあのプレゼントしたいなと思ってですね曲をちょっと今かかってるんですけれどもこれもさっきのリメイクの話につながるんだけどさこの曲今聞こえる何、うん、と思うこれ いよいよ12月の18日に全世界で上映される映画とは何でしょう全世界待望のシリーズ第7作目「スター・ウォーズ」「スター・ウォーズ」の学生がいよいよもう今月上映されますみんな3人は多分きっと映画館でスター・ウォーズを見たことないよねはいないですない、ね、これ見に行く予定がある人な<い>多分あると思いますいねえ行った方がいいって 最高の体験になると思いますよって僕別に作った人じゃないですけど <laughs> <laughs> ぜひワクワクするねやっぱり映画の一本はねいっぱいあると思いますけどもこれも僕も楽しみにしておりますえスターウォーズ帝国の逆襲のオリジナルサウンドトラックのエンドロールに流れる曲フィナーレエンドクレジットをお届けしながらこの三人とはお別れしたいと思います番組はまだまだ生放送続きますえプチットゲストアゲナ中学校の一年生お名前もう一度お願いします山城ふゆまですそしてテレアヨーマですそして金城も大 ですはい、三名に来ていただきました。今日はどうもありがとうございました。最後までありがとうございました。見てください、あり,いありがとう。 さあ、お届けしている生放送番組、f m 小ザのスタジオからやっておりますけれども、宮島真一のレッツゴーとザムービーやっております。さて、時刻はもう11時36分になりましたか。今日は木曜日、明日は金曜日、あさっては土曜日、当たり前でございますけれども、また今週も週末がやってきますね。皆さんの週末の予定は一体どんな感じになっているんでしょうか。またいろいろ 今月はもう12月4月に突入してます。で、また週末いろんなところでね、あのー、イベントがあると思いますけども。僕もね、日曜日ね、うすぐそばにあります一番街で行われますイベントにちらっと参加するんですけども、あのー、ワンコそば大会。<laughs> ワンコそば早食いっていうのたくさん食べ、 選手権っていうのがですねあるんですよ今度の日曜日にもう募集締め切りは終わっててですね、えー、小学生までがただだったかなで大人それ以上は大人扱いで参加費出るんですけれどもえっとね確か3分間でわんこそばを何杯いけるのかっていうのを競うわけなんですよえわんこそば大会に宮島真一日曜日参加します <laughs> 家族で応募したんですよ、えー。嫁さんだけ抽選に漏れちゃったみたいなんですけどね、僕とあの長女がですね、参加します。わんこそば大会、えー、食べれるかな、何杯いけるかな、なんかね、ちょっと YouTube とかで調べてみたんですよ、わんこそばを、どんなうにこうに早食いしてるのかって言ったら、なんかね、僕が見たやつでね、あの記録がね、5分間で、 えっと、5分間でもう300杯とか食うんですよ。普通に。<laughs> 恐ろしい。すごいっすよね。多分もっと記録的にはもっとすごいのがあると思うんですけども。ね、そういうのがあったりとかね。えまた、あの、年末にかけていろんなところでこうイルミネーションイベントもあると思いますけれども。皆さんはどこどこに遊びに行くんでしょうかね。実は今日行われます。 イベント、えー、僕もちょっと参加というかあの司会としてあの行くんですけれども「アイレディースクリニックプレゼンツ」第2回クリスマスファミリーコンサートお母さんへ今年もクリスマスプレゼントに感動を贈ります、えー、3組の女性アーティストがですね、えー、クリスマスファミリーコンサートを行います本日ですね12月3日木曜日沖縄市民会館大ホールで、えー、美しいクラシックギターを奏でるパク・キョヒさん、えー、そして マナミさん、ジママさん、この女性3名によるですね、えー、ライブパフォーマンスを楽しんでいただきます。第2回クリスマスファミリーコンサートは今日の会場が6時、スタートが6時半、沖縄市民会館大ホール全席自由、えー、当日はあ3000円となっております。うんえー、ぜひですね、皆さん。 まだ当日あると思いますので、えー、ご参加くださいねえ僕も今日はちょっと司会としてあの参加しますので、えー、楽しみにしておりますね僕もねはいぜひぜひお時間ある方、ね、癒されたい方パク・キョヒさんのクラシックギター僕楽しみですしまなみさんの生音ジママさんの生歌僕も初めてなのでとても楽しみにしておりますよ、えー、妊娠中のお母さんもですね、えー、ぜひですね 来てくださいあのゆったりしたあの音楽コンサートだと思いますのでね是非、えー、音楽に触れて交換副交感神経が優位になることでお腹の張りが減って赤ちゃんもリラックスできるそうですよ音楽を聴いてねうん是非是非育児にも忙しいお母さんもいつも自分より家族のことばかり頑張ってる、えー、自分のためにご家族とご一緒に特別な時間をね、えー、自分へのご褒美ということで、えー、3名の アーティストのですね、音楽に浸って癒されてみてはいかがでしょうか。はい、本日でございます、沖縄市民会館大ホール、6時半スタートです。当日券3000円ということですね。ぜひぜひ皆さん遊びに来てみてはいかがでしょうか。そう、そんなこんなでね、いろんなイベントがあるわけですよね。沖縄市小座もね、本当にいろいろありますけれども、ただね、毎日ね、 映画見れる場所がございます。そこはそう、シアタードーナツでございますけど、<laughs> しつこいようですが、今やってる上映作品、もう一本紹介したいと思います。「人生ブラボー」、これ、カナダの映画なんですけれども、コメディ映画です。えー、ある日、遺伝子上の子供533人に裁判を起こされたダビッド42歳、独身のお話です。ある日、突然、あなたに533人の子供がいるよと。 言われちゃう男がいるんです <laughs> まあこれはねたい、えー、こう予想ができる方はいるかと思いますけれども主人公のダビットは過去に行った接種提供を通じてある日突然533人の子供の父親だと告げられさらに子供たちから身元解除の裁判を求められたというところから映画は始まるんですけれども、まあ、もちろん本人としては「はあ裁判なんでよ」みたいな感じでね逃げたい気持ちになるんですけれどもただその子供たちの中の 写真一枚だけ見たら、それがちょっとね、自分がひいきにしているサッカーチームのスター選手がなんと自分の子供ということが分かってしまう。えー、それでどうなっていくのか、人生ブラボーになっちゃうんでしょうか。えー <laughs>、映画人生ブラボー、12月の11日金曜日までシアタードーナツで絶賛上映中でございます。えー、毎日ですね、2回上映しております。12時45分。この後12時45分もやりますよ。1時間後ですね。間に合う方は行ってみてください。夕方の回は、あと1回。 午5時、夕方5時となっております。人生ブラボー、12月の11日金曜日までシアタードーナツで上映しております。毎週水曜日は定休日なのでお間違いのないようよろしくお願いいたします。12月12日からの上映作品もまたガラッと変わってきますよ。二、えー、人のイームズ、建築家チャールズと画家レイ。えー、こちらドキュメンタリー映画でございます。あまりにも有名なイームズチェア。まあ、知ってる人は知ってるかもしれないけど、これを機に知った方、ぜひ、 大ファンになると思いますよ、イームズの。はい。建築家、家具、デザイナー、映画作家、チャールズ・イームズの才能と仕事を支えたのは画家である奥さんのレイでした。映画はチャールズ夫妻のイームズオフィスのデザイナーたちらが夫妻の仕事や人となりを語ります。この夫婦の信念は美しく、いい家具を安い価格で提供すること。 夫婦のデザインは美しく楽しくたちまち世界中に広がっていくんですねそんな2人を描いた2人のイームズ建築家チャールズと画家レイドキュメンタリー映画でございますこれも見やすい84分はいふっとね刺激をもらいたいな元気になりたいな という方にまたぴったりな映画でございます。二人のイームズ、建築家チャールズと画家レイは12月の12日土曜日からクリスマスの12月25日金曜日までの上映となっております。こちらも1日2回上映です。そしてもう一本、韓流スターが大好きな人はもう必見でございます。映画ファッションキング、もちろん韓国の映画でございますね。えー、青春コメディって言ったらいいのかな、これね、えー。高校生のお話です。やりたいこともなりたい夢もない。 ギアン高校のパシリ・ウ・ギミョンくん。そんな彼が偶然にも伝説のファッション王と出会うことで初めてファッションの魅力に目覚めていきます。高校のマドンナをはじめ次第にみんなに注目されることになるギミョンくん。しかしすべてが完璧な高校のプリンスは存在感を広めていくギミョンを気に触るようになるの中らてんてんてん、こう、ライバルが出てくるわけですよね。えー <laughs>。 これコメディですよ。見に来てください。笑いに来てくださいね。ファッションキングも12月12日土曜日から12月25日金曜日まで、えー、クリスマスまで上映しております。こちらも1日2回上映ですよ。ぜひそちらの方もチェックしてくださいね。よろしくお願いいたします。詳しい情報はシアタードーナツで検索してみてください。駐車場情報などね、そういうのもありますし、そちらチェックしてください。 おーもうあっという間で11時44分になっちゃいましたね先ほどクリスマスコンサートのお話し,しましたけれどもじまわさんの曲1曲お届けしましょうかねいきましょうかじまわさんの曲をお届けしたいと思います大丈夫 お届けしたのは自慢まで大丈夫でしたさあもうそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたね、えー、11時49分になっておりますメッセージいただいております紹介しましょうラジオネームこちらはおっとっとっと間違えちゃったな俺えっ、ー、とこれじゃなくてここか、えー、ラジオネームが ムロさんからメッセージいただきました。どうもありがとうございます。ユーストで見てますよ。なぜか音楽の音聞こえないけど、そうなんですね。ユーストリームでは音楽をちょっと流せないんですよ。ただね、音楽が流れてる間、僕がブツブツ喋ってるのは、ユーストリームツイキャスでは聞こえちゃうんですよね。えー、リクエスト、Let's go crazy by Prince いただきました。かっこいいね、p リ i n c e でもユーストだと聞けないでしょ <laughs> ちょっと準備間に合わないんで、また。 またメッセージ早めに送ってくれて、俺が早く気づけばよかった話ですけどね。また、あのー、聞いたらメッセージ送ってください。ラジオネーム、ムさんはどこで聞いてるんでしょうか。メッセージどうもありがとう。さあ、ここで気になるお天気の情報も言っておきましょうか、えー。本島中南部地方、えー、先ほど10時40分に沖縄庁台大からの情報を届いてますね。本日12月3日日月木曜日は 北の風やや強く曇り、波の高さ3メートル、後4メートル、降水確率午後から10%、日中の最高気温は23度となっております。えー、ただ昨日からちょっとね、あの、ぐつつき方が変だよね。 沖縄本島地方の沿岸の海域では波が高くなっているそうです、えー、今晩3日夜からしける見込みです、えー、明日4日にかけて海上や海岸付近では高,め高波に十分注意してくださいと情報来てますねはい気をつけてください皆さんただ今日は雨マークというよりも曇りマークな感じだねはいそんなこんなで皆さん楽しい週末をぜひぜひお過ごしくださいね 今日のお別れソングは映画「ベラビータ」から、ね、もう一曲「ステラ・ステージ・コーチ」で「ホーム」という曲これまたかっこいいんですよなんかねボーカルがねコールドプレイになんかちょっと似てるんだよね心地いい音楽を聴きながら今日もお別れしたいと思いますよ宮島真一の「レッツゴー・トゥ・ザ・ムービー」この番組はシアタードーナツ沖縄 by ベイキャント・サー・ピクチャーズの提供でお送りしました いや本当にね映画「ベラビータ」今日からシアタードーナツでアンコール上映1週間来週の木曜日までかあーやります1日1回だけの上映夜7時10分の上映があ1回だけ1週間続きます水曜日は定休日ですけれども気をつけて、えー、他の曜日にしっかり来ていただきたいと思いますかなりかなり、はい、気持ちよくなる映画ですよなんかねこんな安い言葉で言うのもねちょっと 届かないのかなって気がするけど、とにかくね、見ろってことですね。見ればわかる。はい。映画、ベラビータ。予告編なんかでね、行ったじゃあ、どんな感じなのという方は、ベラビータで検索してみてください。あと、シアタードーナツのホームページもー、そこでもリンクつながってますし、今後の上映予定や、上映時間、近隣の駐車場情報なども、全部そちらでチェックできますのでね、えー、ぜひ、沖縄市小屋にあります、シアタードーナツ、よろしくお願いしますよ。素敵な映画たくさんやってますからね。はい。こんな感じかな。 はい。えー、ラジオネームリスさんからメッセージ追加していただいてますね。忘年会荒れるって書いてますね。何があったんでしょうかこれから荒れる予定なんでしょうかはい。楽しい年末過ごしてくださいね。<laughs> はい。じゃあ、今日は映画ベラビータのーの映画の中で劇中で使われている曲、ステラステージコーチでホーム。これを聴きながらお別れしたいと思います。また来週お会いしましょう。宮島真一でした。